にちは、かなめしゅーるです。本日は MY ママさんで購入していたのカーブしたヘアクリップを作ってみたいと思います。いつもの作ってるやつの細いバージョンでちょっとカーブしてる。厚さがですね、ちょっと2ミリぐらいしかないので、入れるとしたらこのぺっちゃんこの花びらな感じのお花を入れてみたいなと思っています。ホールドの厚みがないので、もうこの1層目からお花入れてもいいんですが、ちょっと1層硬化させて2層目から入れていこうかなと思います。エンボスかけて1層目はクリアで硬化させます。お花は、パーツクラブさんのお花を使ってみようかなと思います。かすみ草のですね、こう押し花のまた途中からブルーのレースフラワーのちょっと小花の部分をちょっと短く切って、それをちょっと散らしてみました。で、隙間のところにちっこいパールとかブルーの薄いね、水色のパールとかあったので、それを散らして、ちょっとだけね、アクセントにゴールドのホイールを散らしています。ゴールドの形が6種類あるんですけども、今日はですねピンクとブルーのクリップを作ってみたくて、お花をですねブルー系とピンク系を使って2色のヘアクリップになります。でね、このピンクの方はかすみ草をね、こう横に押し花にした感じの、こう横っちょにぺったんこになってるんですなので厚みがなくてと入れられたので、多分かすみ草のこう立体的なやつ、正面からふわふわにドライフラワーにしてあるやつはちょっと多分入れられない、もう押しつぶしたら入れられるかもしれないけどねぺっちゃんこにね、ちょっとなんか入れにくそうだったので、後ろがねポコポコになりそうなので、今日はもうぺったんこのお花を入れて、ちょ練習がてらどんな感じに仕上がるかを見てみたいと思います。いつも作るヘアクリップとさほどこう作る動作は変わらないと思うんですけども、最後のそうですね、少しだけちょっと薄いキラキラのホワイティーを流して、ちょっとね透けすぎないように、でも透け感は残したいけど、マットの白じゃなくてここはちょっとホワイトの透ける感じのキラキラの白にしました。今回ですね、このお花もブルーとピンクで、ヘアクリップのこのカーブしたあのヘアクリップの金具自体もゴールドとシルバーと2色あるので、それをちょっと使い分けて雰囲気を見てみたいなと思っています。で、透ける前提でこの後ろのね金具が見える前提で仕上げられたらいいなと思っています。あともう春っぽくというよりかは夏っぽくにつけられそうな、こうちょっと涼しげな澄みやか澄んだ感じの作品に仕上げたいなと思っていて、なのでマットな、こう一番最後の層をねマットにすることも多いんですけど、今回はクリアでかつ小花柄が映えるといいなと思って、ブルーとかなんか本当にワンピースとかにありそうじゃない。今日はお花柄のヘアクリップと、あとこうグラデーションのマーブルの雰囲気 の、 このカラーを生かしたヘアクリップと2本がこう1組になる感じで仕上げていきたいなと思います。クリアとこのカラーのグラデーションの感じにしていて、それがほんわりとマーブルになったらいいなと思って仕上げて、濃淡なマーブルっていうんですかね、白のマーブルじゃなくて
このペアになるヘアクリップの形もちょっと違うものを選んで作っています。と、ね、上のモコモコの雲っぽいのとこうちょっとこうシャープな感じのとを組み合わせられたらいいなと思って、のブルーはですね、この小花柄のヘアクリップと合わせられたらいいなと思って、濃いめのブルーとこの薄いブルーとちょっとキラキラの透明感のある色とをミックスしているんですが、ちょっとなんか色薄すぎたかなと思って、ポイントにホログラムをこう埋める感じでアクセントに入れています。モールドが浅いのでちょっと欲張って入れるとはみ出したらその部分がねバリになってしまって、あとあと大変なので、ここではちょっと欲張って入れないように、あと薄くて硬化してる間にちょっとね反るんですよね。なのでちょっと熱々のうちにちょっと矯正する感じで、あと冷めて取り出す感じですね。でもしねこのカーブかな、反ったまんまの状態でクリップとこう合わない時がある時は、もう一回ねエンボスで少し温めるとしなってくれるので、後で矯正はできますね。あの薄いしね。手持ちのお花で本当に入れられるお花がちょっともう決まってて、アジサイの花びらもちょっとね大きいやつは入らなくて、まあ、カットしたりすればいいんでしょうけど、あのちょっとこうじんまりちっちゃいのがあったので、それとレースフラワーのお花の先をカットしてこれを散らしてみました。とパールとね、ちょっと涼しい感じの色合いが出たらいいなと思っています。かすみ草のもう一個ピンクのヘアクリップを作ると思うんですけど、このレースフラワーの色の違うやつでちょっと違う感じにならないかなと思って、このねかすみ草は同じで、レースフラワーのこう間に入れたこの色をちょっと紫がかった色味を入れて、最後の層はこの透明感のあるホワイティーな感じで、茶がかかる感じで金具がこう見えすぎない、見えるけど見えすぎない、あとお花のね色も映えたらいいなと思ってこの色にしました。気泡はそんなに入らない方だと思います。モールドも浅いし、けどこの縁の部分ですね、この周り周囲のところだけ気をつけてあげて、今度この2色目っていうか2本目ペアになる分のお花を入れないクリップなんですが、ちょっと上下で上と下でグラデーションにして、そこをちょこさっき作ったのがあんまりこうマーブルな感じにならなかったので、ここはちょっと不透明な白を入れてマーブル感が出ればいいなと思って、このね青い方があんまり色がもうちょっと濃くても良かったのかなって思いながら、あんまね混ぜすぎないように、でもマーブルなうにゃうにゃうにゃってなる感じの模様が出ればいいなと思って、なんか白が入るとクリームな感じでね、マーブルな感じが醸し出される。エンボスをかけて硬化します。こう裏表薄いけど裏表しっかり硬化させます。武将してあのお花のクリップとマーブルのクリップと同時に4つ作った感じなんですが、水玉っぽくなったアジサイの花びら、丸っこい花びらだったからかなと、なんかもうチンアナゴにしか見えないんですけど、マーブルがやっぱもうちょっとブルーを入れてもよかったんだなと思って、あんま主張色がね主張するのもう嫌だなと思って、薄くと思ってたんですけど、ち
ちょっとね、この形がこうフォルムがうねうねしてるようなやつはちょっとはみ出すとバリの処理が大変なので、ちょっとね気をつけないと、はみ出さないように。仕上げとぷっくり感を兼ねて刹那で盛り上げる形にしています。ちょっとだけねぷっくりさせた方がこの湾曲した感じに合うんじゃないかなと思って、あんまりね盛り上げるとちょミミズ感出るかなと思ったので、ちょっとだけぷっくりさせる感じで、あんまツヤが出なかったらこうとしようかなと思ったけど、結構うるうるツヤツヤにできたので、この段階でコートは今回は星の雫のコートはせずに刹那で仕上げています。でね、裏側もですね、今回裏も結構ツルツルにできたのでコートしていません。省略しました。このブルーの水玉と小花柄がチンアナゴにしか見えんくなってきて、青いのがね、なんか絵本に出てくる。ブルー系にはこのシルバーのカーブヘアクリップつけていこうと思っています。こう透けた感じもこう爽やかな感じになるかなと思って、あとこのベースのねクリップにクリあの金具が合わない時ちょっとね反ったりとかしてて、その時はちょっとエンボスで温めてちょっとしならせて、ヘアクリップとの間に溝ができないように、全体的に端と端がきっちり、端と端と真ん中だよね、がきっちり密着するように全部調整しています。一旦ねヘアクリップとこのベースが合うか合わないかをチェックして、こう一つずつクリップのこう開き方、クリップもね不良品とかがあったらさ、つけてから接着してから役に立たんかって困るので それもちょっとチェックしてここに接着していきます。でね、接着のボンドは水に慣れても大丈夫な靴をつけました、今回は。そしてはみ出さないように今回もこのフレームっていうかな、このベースのねクリップの台と金具との大きさがあんま変わらないので、隙間がないので、まあ、コートする必要がないかなと思ったので、ここをボンドはみ出さないように仕上げていきたいと思います。でね、こう24時間でしっかり硬化と強化するので、と接着してから次の日にまた動画を撮りました。で、全部ねぴったり真ん中に行くようにセッティングしています。失礼しました。本日は MY ママさんのショップで買ったモールド、ね、カーブしたモールドですね。ちょっと薄めで、ちょっと厚みのあるお花は入れられないんですけど、ヘアクリップもカーブしてて、これを組み合わせて作ってみました。でね、お花と、こう、お花入れてない、この色だけを楽しむキラキラな色を入れたものと、同セットな感じで組み合わせて作ってみました。もうね、シルバーとゴールドの金具買ってたので、ちょっとそれもちょっと試してみました。お花を入れて、パーツクラブさんの花かな、これ。と、これはね、ただ色を楽しむ感じで、キラキラと。でもなんかね、裏に透けたゴールドの雰囲気で、こう、良い感じになりましたね。裏はね、本当に接着しただけで今回は終わりました。このね、幅が広い時は裏からもコートしているんですが、今回はもうこれで完成となりました。ちょっとね、違うタイプを2つに組み合わせて。でもね、なんかね、こっち向きしか留められない。で、わかる。こっち向きしか留められない。カーブが、まあ反対向きでもいいの？お花、ちっちゃいお花と、レースフラワーのちっちゃいのと、これ、なんか霞そうだっけな。の、組み合わせ。なんかね、横に、ペタンって押し花にしてある。塩漬けの桜っぽい。色もね、この、中に、このお花に合わせて、
ゼリーっぽくなった。はい、これとこれがレッドです。それから、これと同時に作ったのがこっちなんですよね。ちょっとこう、ポコポコってした感じに、ポコポコっとした感じに小鼻と、ちょっと金箔と、パールがちょっと入ってますね。水色系の、そしてベースも、透明流したところにお花入れて、裏側に少し、キラキラ、無邪気のキラキラな感じで、かつ透明感も残しつつ、こちらが、その色付けした分ですね。このお花の色に合わせて、もうちょっと色付けてもよかったのかな。これがね、この子ぐらい、お花のこの青い感じにしてもよかったのかな。と、ホロのキラキラをちょっとアクセントに入れて、仕上げました。あんまりこっちがちょっとちっちゃい小花入りなどね、こっちはシンプルにと思ったんですけど、色もっと濃くしておこうと思う。でも涼しそうだよね。可愛い子できた。この形が可愛い。そしてちょっとだけぷっくりさせてちょっとぷくぷくルールな感じに仕上げました。はい。それからこれもこの子と同じなんですけど、ちょっと違う色のレースフラワーを入れた紫。こっちはちょっと赤っぽい、ピンクっぽいレースフラワーの小花で、こっちはちょっと紫の、もうちょっとこう、シックな感じの、少しつけてるんですね。パッドな感じにはせずに、ちょっとこう、透明感のある雰囲気と、ね、透けるだろうなっていう、そこも考えて、この雰囲気に仕上げました。多分ね、ゴールドは透ける。そしてこっちがね、ちょお揃いでつけるやつはちょっとマーブルにしてみました。このね、色がこのお花の色とこのベースの色と白い感じのマーブルですると可愛いかなと思って一緒につける。ちょっとだけね、表面がグルールな感じに、ぺったんこじゃなくてちょっとプルッとした感じに仕上げています。ね、お揃いな感じですね。これとこれ同じお花なんですよね、これとこれね。でも入れてる、形も違うのもあるけど、入れてる、一緒に合わせたお花の雰囲気で、なんかすごく。入れられるものが、お花が、こういうちっちゃい小花が持ってるやつではね、モールドがですね、浅くて、ね、2ミリぐらいしかないんですよね。なのでちょっとポコッと分厚いお花が入れられないので、アジサイの花びらのちょっとちっちゃいサイズのやつをパラパラと入れて、あとレースフラワーのブルー系を入れてですね。そしてこの子はシルバーの金具、この子は青いからシルバーの金具にしたんですけど、いいね、透けた感じもいいね。これに合わせてこちらはマーブルにしました。ブルーもね、入ってるんですけど、あんまりブルーっていう、アイスブルー、こう置くとちょっとブルー系には見えます。今日ですね、全部、このモールドの形全部作ってみたんですよね。これが、本ね。これがモコモコの、モコモコちゃんね。本で、うねうねちゃんね。そして、この、なんかちょっとうにゃうにゃ。と、ちょっとカチカチな感じと、つるんとした子と、あとこう四角っぽい子。で、これで、あ、なんかいい感じで全部ハマった。と、二つ、ちょっと余分に作った感じで仕上がりました。よかった。なんか、ぴったんこ。で、なんか、このね、接着した後、そんなにこう、ここのはみ出しがないのね、パーツとのね。なので、裏をコートすることが、その手間がなくって仕上がるので、側面もそんなにこう、幅が広いわけじゃないから、側面も。ここの横の厚みがあると、横、側面もコートせないかな。で、まあ、接着したら、きちんと接着していれば、できる感じで。ただちょっとこそ、こっち側向きしかない。反対向きにすると、こう止まるんだよ。いいな、それでも。こっち向きでも。こうでもいいな。まあ、こっちでもいいんだ。うん。MI ママさんのカーブのヘアクリップを仕上げてみました。楽しかった。
入れられるお花がちょっと線ちょっと限られてしまうけど、意外と楽しく出来上がりました。ただのさ、お花なくてもただのマーブルとかホログラムとか入れても可愛いんじゃないかな、うん、完成。可愛かった。このぐらいの細さだったらつけれるかな、自分でも。ちょっと髪をがっつり留めるっていうよりも、なんかポイントにつける感じが可愛いかもしれない。はい、では今日はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。またさよなら。ありがとうございました。